お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、キョスケクローンデッキやっていきたいなと思います。というわけで今ね、この、形のですね、キョスケクローン、まあクローンと言ったらダクネとかね欲しくなるんですけど、ダクネがいないね、クローンデッキを今日やっていきます。マルチのジョイでね、なんかちらほらいますこれね。はい、というわけで、まあ、今日はね、グラチャラやっていきます。マルチもね、ちょっといいとこまで行ったんですよ。今45位で、76ね、リーチぐらいまで行って、ほんと次勝てば世界一桁とか、まあ、それぐらいまで行ったんですけど、なんか次勝てば世界一桁をもう何回も何回も負けては、落ちてあげてを繰り返して、本当にもう気づけば10時間ぐらい多分クラロワしてたんですけど、今朝10時ぐらいかな。はい、まあなんですけど、もう夜からずっとやってて、なんか久々にこうめっちゃマルチやってるんですけど、最近。まあ今日はね、土曜日で、今撮ってるのが土曜日のね、朝なんですけど、まあせっかくね、休みなんでね、と思ってずっとこう、クラロワやって、なんかゴロゴロしたりしてたら、トロが全然変わらんなんですよ。やる前から3、40ぐらいしか言っちゃは変わってなくて、まあでも、まあやれただけね、ちょっと何か成長してるでしょうというところで、僕の今のこの頭だと本当にね、高回転とかちょっと使えないですね。私もう眠いんですよ。もう眠すぎてちょっと頭が働かないんで、まあ神クローンだけ見せれたらね、今日はね満足かなというところで、ちょっとね今日はクローンで我慢してください。クローンですら、ちゃんと打てるね、体力がもう、残ってないかもしれないんですけど。さあ、今回間のデッキがね、ナイト、エレキ、ナイトとエレキしかわかんないですね。ベビードルいましたね。はい、もうわかんないんですけど、とりあえずこうつけて、で、まあクローンね、とりあえず打てばいいんですけど、上手い人がね、意外とするのは、あえて打たないっていうのがありますね。なんかこう、形を作ると、間違いなくそこに、雪玉だったり、穴雨とかを打たれるんですよ。まあそうなると、クローンしても、結局打たれるから意味ないじゃんっていうところで、こう、あえてクローン打たないっていう攻めもあります。っていうか、それが結構ね、クローンデッキを使う上で、すごい大事になってくるんですけど、まあそうすることによって、まあ相手がね、こう、僕はクローンとか使ってないけど、まあ、防衛ポイズンだったり、まあ、防衛嫌な雨、雪玉、デリバリーとかを使うんですね。そしたら、使った後にクローンをね、してしまえば、もうね、レッツパーティーと、いうわけでね、よいしょ。さあ、これがもうね、僕としては非常にしんどいんですけど、僕はね、意外とコスト使ってないんです。相手が勝手に今ね、めっちゃコスト使ってるっていう感じで、僕は意外とね、今結構見てるだけで、コスト全然割いてないので、気持ちね、エリアドはすごい取ってます。なので結構チャンスですね。これも両サイにフルカウンターの準備ができて、まあどっちもいける感じですね。で、まあポイズンがいるけど、まあポイズンだとホバとかいけるよねというところで、さあこれはね、いいんじゃないでしょうか？レッツゴー！で、タルババ咲いたので、キョスケね、スケバレ追加して、メガゴかエレキが多分ね、一回そう降ってくるんで、追加してあげることによって、さらにね、相手がきついと。で、タゲワーのタゲを、ムートですね。壊れたムートが頑張ってくれてるという風な感じで、まあ、ただクローンしてるだけなんですけどね。本当に勝てる。しかも、なんかクローンデッキって、なんか防衛力が強いデッキというか、なんだろうな、こう、ババが入ってるのってあんまないんですよね。そう。で、今回ババがあるんですけど、まあ、ババがあることによって、この、見てください。この華麗なる防衛を。まあ、アホみたいに防衛力が高いんですよ。いや、クローンなのに、一時防衛までね。まあ、攻めが強いじゃないですか、間違いなく。だからね、クローンまで強化すんなよって感じなんですけど、ちょっとね、クローンまで強くしちゃったよ、というようなデッキでございます。で、ここのワンチャン、今、エレキ使ったら、ほらで、クローン。まあ、こういうね、ちょっと、オシャンティークローンもあります。でも、オシャンティーすぎて全然ただオシャレなだけ、と見せかけて、みたいなね。さあ、これは、ヤナアメが、93ですね。はい。クミちゃんってね、覚えてください。全然知らないですけど。さあ、グッドゲームというわけで、まあ、キョスケムート組んだ時に、まあ、クローンをわざと打たない。まあ、キョスケホバでも何でもないんですけど、わざと打たないとか、まあ、だから、ちょっと待って待って、あれこいつクローン打たないのかと見せかけて、クローン打つみたいな。まあ、駆け引きですよね、結局は。
そう、このサンコスのただただのクローンなんですけども、クローンですらちょっとね頭を使っていくっていうのが、あのまあ強いねクローン使いになれる、秘訣なんじゃないかなと思います。僕がね世界一のねクローン使い目指してるんでね、ぜひ、僕の後に、ね、ついてきていただければ嬉しいかなと思います。ごめんなさい、普段からクローン使ってる人でしゃばって。よいしょ。さあ、これはホバかムーとか悩んだんですけど、まあなんとなくムートにしましたね。本当にこれはなんとなくです。正直どっちもいいと思います。で、多分こことかにね、クローンするのがいいんですよ。だから右側になんか、まあどっちでもよかったかもしれないですね。右のムートとかにウッド使ったら、左のババにクローンとか、なんかそういうのでもね、面白かったかもしれません。あれ？そんな行く？ちょっと待って。そんな頑張る？黄色いおじさん。あれ？僕が求めてたのと違ったな。いやでも、まあ、今のはウッドがなかったのかな、わかんないですけど、ウッドあったら全然大したね、まあムートとかに被ればいいかなっていうタイミングのただクローンしただけなんですけど、まあなんかこうねしっかり両方見て、いやそっちみたいな、まあ、スケバレとかにやっぱウッドとかタレババとかまあ雪玉とかはね使いたいと思うので、まあ、スケバレの逆サイドのユニットにクローンだったり、まあもう同サイドでね、ユニット固めまくってクローンとかもね、まあ全然ありだなと思います。まあただのクローンなんですけど、ちょっとね、いろんなね、攻めができるので、まあそこはちょっとね、楽しいところかなと思います。よろしく？さあ、とりあえず、キョスケ出したいですね。キョスケさん、よう隠した！おっつ！ちょっと待って。僕がね隠したということでね、ホバリング法出させていただきます。いやなめちょっと、あホバじゃなくてね、いやなめいらないんで使わせていただきます。リガーの位置が嫌でございます。面白いクランだな、こういうの好きっすね、なんか個性的っすよね。ポジティブすぎるかもしれないんですけど、あれプリンスがねどんぐらい生きるのかとかわかんないんですよね。キョスケあんま使わないんで、いやでもこれはさすがに行かれてほしいですよね。おい今のだって残ってきたらね、せっかく爆弾落としてるのに無駄っすもんね、あの爆弾が。さあとりあえず今回は相手はまあジャイでしたね。誰でもわかること言ってる今。ジャイでしたねって目の前にジャイがいるところで言ってるからな。ちょっと待ってよ。ああ、お前もうちょっと頑張れただろ。で、まあ、キョスケ、なんか、まあ、気持ちこれね、僕、全然ユニット出してないんで、アドは取ってると思うんですよね。そう。なので、エリアドのこことか特にチンパンしたいですね。スケドラも咲いて、ハンターも咲いたので、もしかしたら対空がいないとかだったら、非常にね、美味しいところではありますね。さあ、からの、まあ、プリンス来るかな、来い。さあ、クローンで、キョスケから殴れ。そっちじゃねえな。いや、でも、バッカーで、いや、死んだら、なんか、ムートが、あれなんか、並んでるだけなんですけど、まあね、爆弾落としていくと。さあ、プリンス受けとかがね、気持ち厄介ですが、キョスケの爆破とか、まあ、ムートとかでね、このクローンした時に、ついでで殺せると、非常にでかいですね、と。うわぁ、ディガーの位置がやろい。クラン名が気になってしょうがない。さあ、とりあえず、矢打てば処理できますけど、一回防衛からでいいですね。相手は、ハンター、スケドラ、あれがわかんないですね、ちょっと。なんて言うんだ。あれとはなんだって感じなんですけど。スペルがわかんない。そう、そう、そう。いやー、プリンスが鬱陶しいですね。鬱陶しいとか言ったらダメよ。さあ、こういうところで、ちょっとね、気持ちおしゃれに行きたいんですけど、全然おしゃれじゃない。いや、でもいいぞ。相手ファイボがね、今んとこないんですよ。ウッドザップとかなんですよね。さあ、そろそろ後ろ。いやー、さっきもそこでしたね。さあ、次のディガーを当てれますね。さっきからそこに来てるんでね。さあ、とりあえず、まあ、許諾組んじゃって、ムートはね、組んじゃうかワンちゃん。さ、組んじゃって。やるぞ。これ全然ありますね。なんならの爆破で行ってもらい、かつ、もう一回ね、行ってもらい、
ヤナメも打つが、あれちょっと、ああ、戻んな、ここだ。ああ、違った、ラッキー。ちょっと待って、負けるな。俺の、やべえ、ちょっと待って、このクラン名の人に負けたらダメ、さすがに俺の人生終わる。本当に、あ、終わった。大変ね。うまかったです。作ったゲームですね。なんか、スケドラがね、やっかいでしたね。てか、ああ、負けちまったよ。よう隠したオツってクランの一人なんか一言言ってよ。どんまいカリカリしますね。まあ、次の人をしっかり倒していきたいですね。まあなんだろうね、なんで負けたんだろうなんで負けたかちょっと考えるね。今脳がないんでね、ごめんなさい。よろしく。さあ、とりあえず、なんか、まあ、ファイボとか、ポイズンとかがない相手には、もっとこう、キョスケプラス、ムート、ホバー、スケバレーとか、もう、ガッチガチに組んじゃっていいと思いますね。そういうものがある相手に対しては、意外となんか、ホバープラス、ムートのクローンだったりとか、まあ、ちまちまなね、クローン戦地ですから、もう強いと思うんですけど。さあ、とりあえず、これスケバレー飛ばしちゃおう。で、なんならこういうのにもクローンしたいもんだるですよね。なんか1枚来ねえかな。ベビーか。まあ、ベビーならいいですね。放置して。で、ここのインドは放置すると痛いので、端前ムートでね、こう受けると、タゲもね、外しつつ攻めれるので、まあ、守れるし攻めれるしみたいな。一石二鳥の端前ユニットですね。さあ、ベビードラボーラーなので、バルーンか、スケルトンラッシュのフリーズデッキだと思いますね。まあ、これはね、どうなんだろうな。クローンが刺さるのかどうかは、難しいところではありますが、一旦ね、ランバがいるんでバルーンですね。さあ、でボーラーを裂いてるので一旦ケツババでもいい気もします。これ許容ので、まあインドにホバー合わせてあげて、あとはベビーが多分逆サイに来るんで、左サイドをね僕はちょっと攻めれたらいいなっていう。あれなんかこっち来ちゃいましたね、なんかこっち来ちゃったので、まあ、来ちゃったからには、もうこっち側に行くしかないですよね、と。で、コストも結構ギリギリなので、もしかしたらトルネとかをね、してくれるんじゃないかっていう。あ、トルネじゃないが、ランバーが出てきたので、まあ、ユニット出てきた瞬間に、やると、ちょっとコストがないっていうね。いうところでは、さ、ぶっ刺さり事件簿ですが、全然刺さってねえな。全然刺さってないけど、まあ、これもね、とりあえずスケバレ飛ばして、よしよしよし。で、まあ、ホバから入るか、キョスケから入るかは悩んだんですけど、まあ、逆サイってか、まあ、これは、ホバ高め置いて、フリーズがね、ちょっと当てにくいなーって位置にね、置いてあげます。で、もしフリーズ来ても、あ、待って、これムートの位置良くないですね。ボーラーの石ころで、一緒にやられちゃうんでね。で、これに、なんか、空が来る。いや、来ないが、あ、これはさあ、なんとなくクローンをしていく。とりあえずしとけばいいみたいなのがありますね。さあ、あと900ですね。で、バルーンだったんで、これちょっと早めにね、対空出しておきたいですね。いやー、真ん中怖え。いや、怖いですね。まあでも、こうなったら、僕は右サイドの、こう、イモればいいので、耐えます。ランバル真ん中とかはワンチャンありますね。てか、ランバル真ん中でフリーズ打たれたら、多分終わりますね。なんで、もう、僕としては来ないことを祈る。で、ここ、なんかすぐやられるのも嫌なんで、ちょっとキョスケクローンとかでもしといて、このクローンの、クローンでね、やられてほしい。インドラゴのキョスケクローンでね、処理するっていうちょっとおしゃれなね。さあ、で、ちょっと痛いが、まあ。いやー、いいですね。クローンがもう輝きに輝いてやがる。で、真ん中ベビー、いや、インドラだったか。インドラでもいいや、別に。あれ？ちょっと待って。うちのハンティング！やばいっすね、これ。バルーン来たら終わる。ウッドサイターな。ウッドサイター。さあ、行くぞ。てい！これウッドサイターんできついっすよ。まあ、トルネがフリーズですね。まあでも、小物がいっぱいと。いや！今、ベビドラが、なんか地震が起きたみたいだね。これフリーズっすね、多分。フリーズじゃないと多分落ちるっすね。もう一発。ウェイ！で、93組ちゃんと。まあ、いうところでね、どうしてもね、隠したオツのクランさんの人に今負けたのちょっと悔しいんですけども。
引きずりすぎやろというところもあるんですけどね、まあ、今日はこんな感じで、ね、終われたらいいかなと思います。ぜひねこちらキョスキクローンデッキね、使ってみてくださいというわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。